杉原優斗、高校1年生、パルクール歴4年です。実はこの時、小さな足場の間に身長178センチのディレクターが隠れていたんです。助走もなしに半回転しながらジャンプ、着地したと思ったら後方に宙返り。杉原優斗選手15歳、今パルクールに夢中です。自分は結構スポーツとか長続きしない方で、すぐ飽きるタイプで、けどパルクールはなぜか飽きなかったんですよ。これは自分に合っているものなんだなって思ってずっと続けてます。スリル満点のアクロバット動画を見たことがある人も多いかもしれません。パルクールは道具を使わずに走る、登る、飛ぶといった移動動作を通じて心身を鍛える、フランスの軍事訓練から生まれた運動方法です。そこから競技として派生したのがスポーツパルクール。アクロバット技の難易度を採点で競うフリースタイルなど、さまざまな種目が行われています。2024年パリ大会での採用は見送られましたが、若者に人気の都市型スポーツとして将来のオリンピック競技になる可能性を秘めています。パルクールの一番の魅力は自由ってところで、与えられた場所をどのように使うかは無限大に選択肢があるという、まあ、自由性に一番魅力を感じています。こちらは道内で唯一パルクールを基礎から学ぶことができる札幌パルクール教室。杉原選手はアクロバット動画を見てパルクールに憧れを抱き、自らこの教室の門を叩きました。練習することでできなかったことができるようになるという体験がパルクールを続ける原動力になっていたそうです。教室を運営する和樹さんは杉原選手の成長を一番近くで見守ってきました。道内では確実にトップだなっていうのが個人的な所感で、国内ですと同年代の中でかなりトップ層に入ってくるのかなと思うんですけど、正確な動きが本当に正確にできるっていうところかなと思ってます。日常のことをあんま考えなくてできるんで、まあ、パルクールしてる時が一番楽しいです。コロナの影響もあり、大会にはまだ出場したことがない杉原選手。札幌で行われる国内トップレベルの大会に招待選手として出場します。誰よりも輝く一番星を目指して。悔しいですけど、まあ、今回の大会に向けての成長は大きかったかなと思っています。将来どんな選手になりたいですか？まあ、いろんな人を楽しませるパルクールのオリンピックに出るような選手になりたいです。